整理することや、自分が飲み込んだ子供が石ではないと常に確認することと合わせて基本的なルールだ。良いアドバイスだ。兄を追って迷宮に入ればもう戻れないだろう。フィニックスはそう感じる。世界を揺るがす者、闘志みなぎるアルテミス、ひとたび狙えばハチドリの心臓さえ射抜くという、どれもこれも上辺だけの豚どもめ。誰かお願い助けて、誰か。神々のこのざまよ。アキレスのかかとのように、そうした弱さが身を滅ぼすこととなる。お前は何も悪くない。お前は犠牲者だ。兄さんはどこ？あの嘘つきか。あんな奴をオリンポスの王座につかせるものか。真実を暴いてくれて助かった小さき者よ。どこにいるの？しかるべき場所にいる。他の者と同様、石なんです。だがお前はまだ間違えている。お前は神々のエッセンスを取り戻した。多くの獣や怪物を倒した。自分に価値があることを証明した。お前こそが私の戦士だ。神々を殺すなんてするもんですか。残念だ。その選択はお前の本質に反しているな。お前自身薄々感じているのではないか。やめて、おしゃべりはたくさん。あの予言を成就させる時だ。あっ自分の力の扱いは知らぬようだな、愚かな子供だ。テュポンはフィニクスの剣に倒れた。よーし、よくやった。プロメテウス、ハイタッチだ。やめておくか。お前と共に完璧な未来を作ることができるとは。だが恨むまい。お前は欠点がないことを示したんだからな。そんなお前に一つ真実を教えてやろう。死の間際、テュポンはフィニクスに真実を打ち明けた。お前の父親はヘルメスだ。なんだと？フィニクスは半身なのか？私の父さん？ヘルメスが？ヘルメスと話したい。元の姿に戻った兄に会いたい。そんな気持ちでフィニクスは穴から出ようとした。すぐに地上へ出ればみんなの石化が溶けるところも見られるかもしれない。やれやれ、賭けに負けたか。見事な勝利だ、プロメテウス。だがいくつか辻褄が合わないものがある。パンもヘルメスの息子だ。ああ、彼にはひずめがある。フィニクスにはない。そうだな。神殺しの飛躍でテュポンが何を企んでいたかもまるでわからん。結局使いもしなかった。あとフィニクスは絶対に人間が元に戻るのを見れないぞ。皆を石にしたのはお前だからな。そうだ、お前と私はそのことで争い、私は冥界へパーティーに。辻褄が合ってきたようだな。一体何をしたプロメテウス。言っても理解できんさ。だからいくつか仕込みをしておいたのだ。フィニックスの船を襲ったあの嵐か。私がやった。正確には兄のアトラスが。待て、どうやってテュポンを自由にした？私ではない。それもアトラスだ。それでこの話か。大方は真実だが、最後までお前をここに足止めするという目的を果たしてくれた。未来を見通す力は盗まれていなかったのか？力は絶好調だ。お前の記憶力よりずっと優れている。あの女神がお前の子を産めばと忠告しただろう。もちろんお前は耳を貸そうとしなかったが。テティスか。その子供テティスとゼウスの長子がお前を殺す。だがフィニクスは人の子だ。怪我もしただろう。いや、一度も。私の嘘だ。強烈な熱気に圧倒されたが、フィニクスはめげることなくヘパイストスの金槌を燃え盛る炎へ投げ入れた。あの金槌を人間が握るなど終わりだ。フェニックスは灰となった。私以外にあの稲妻は操れん。まさかそんなはずが。お前の家系図上の父は実の父ではない。セティスの長子よ、父は玉座を降りた。英雄は天にあり、今こそ戻る時。ヘルメスはフィニックスの父親じゃない。あの子は私の娘だ。ゼウス、あなたが人間を石にしたの？本当に？ああ、私だ。じゃあティポーは真実を。どうして？私は5番目の世代の人間を鉄から作った。それに命を吹き込んだ。だがやがて私はいとも存在に苦痛が生み出されるのを、大敗しきった身勝手さをさらに悪化していく様を見た。人間は失敗作だ。だから終わらせた。だが今は間違っていたとわかる。私に偉そうに言う資格はない。お前の姿から学んだことがあるとすれば、子らには欠点がある。人間は神々とそっくりだ。いや、むしろ私の方がひどい。私がいなければ丸く収まる。よし、予言の総仕上げといこう。お前をとても誇りに思う。良い指導者になると約束してくれ。いや、それよりも良い親に。あなたが完璧でなくても私の父さんよ。それが大事なことでしょ。私を殺さんのか？もうそう簡単に自由になれると思ったの？間違いを認めるのは初めの一歩よ。さあ、アレスが言うところのより良い自分にならなくちゃ。あと5段か6段くらい上に行くの。12段くらいあると思うぞ。人生は階段とも山登りとも違うのだ。最初からうまくやっていかなければすぐに落第だ。そうか、あいつも無事か。小さき者よ、お前を過大評価していたようだ。二度目はないと思え。チポン、やめて。よせ。よい旅よ。私に立ち向かえ、小さき者。さもなくばお前の父と兄はでかい雪が永遠。今までと違う。オリンポス神の毒が我々を完璧なものにした。ゼウスとテビスの子フェニックスよ、お前は神かもしれん。だが我々は神を殺す存在となったのだ。レストスはお前のためには指一本動かさず髪で結べているだろう。Oh! 世界をさらに悪くする。お前の名前は完全に忘れ去られねえ。さっきはお前が正しかったかもしれない。稀に見る控えめさだな。父親と義理の兄を助けに来たか。泣かせるな、大きな間違いだ。えは？話せば長くなるが、お前の母親はすごく。口を閉じろ、強奪者。お前の始末は後だ。ゼウスとテティスの子よ、ここをお前の墓場にしてやる。自分の力の扱いを知らぬようだな、愚かな子だ。やめろ！一人っ子になりたいとずっと思っていたのだろう。今日はついている。お前の兄も言っていたな、古きを捨てて。乾杯。特別な時用に取っておいたが、酒はもうやめにしとこうと思ってな。この次は別々の檻を用意しておくんだな。臆病者がお前一人置いて逃げたぞ。せっかく父親だと分かったというのに、これはがっかりだな。それ僕らのろくでなし親父のことかい、クソ野郎。全員消してくれろ。見えるかな。はい、消えた。速達だよ。ここにサインをお願いします。おっと、差出人に変装か。違う、私は完璧だ。神々の土俵せ集めに過ぎぬ。愛の力が怒りをもたらさんこと。お前たちは皆平らで騒々しく忌まわしい。地球のことを気にかけてさえいない。お前は死刑だ、キュポン。どんな異議も認めない。洪水、過剰な人口増加、戦争、私なら全て孤独に生き、孤独に死ね。一理あるね。そんなことない。私たちは確かに間違いを犯す。でも成長するには混沌が必要よ。命は助けて幽閉するか。弱りすぎたあの毒に生きながら蝕まれている。あなたの心はなんて。あいつを助けたい。ああ、迷宮が閉じる前にここを出よう。フォスフォルが星々の中で輝きますように。ダイダロスの翼じゃダメだった。テュポンの炎で直そう。もっといいアイデアがある。お前の腕を悪く言うわけではないがな、ヘパイストス。もしかして私は優しくされたのか。落ち着かないな。ひざまずけ。戦いにおける勇気とその人間性をたたえて。退屈だ。少しは集中しろ。もっと優しく言え。仮装用の薪みたいに燃やしてやろうか。私がより良い父親になれると示したことをたたえて。少しくらい熱くても構わないわ。こっちに来てアレス。いつでもこの身を焦がしてくれ。私が見えていないのか。邪魔しないでよヘパイストス。もううんざりだ。別れる。お前たち全員黙れ。一人残らずオリンポスから追放しないと謝ることもできんのか。またか。ようこそ神の一族へ。後悔させないでくれ娘よ。わあ、すごい。なんて綺麗。よかった、フォスフォル。死んだと思ってた。死んでいた。だが死からも復活する新しい生き物としたのだ。お前の偉業に敬意を表してな。太陽の炎で身を焼かれてもくじけることのない偉大なる鳥、フェニックスだ。あ、言葉が出ないわ。私にはもったいない。そんなことないって、もらっとけ。分かった、そうする。おお、最後の贈り物があった。ん？誰かいないな。リギロンはどこだ。見たものはフェニックス。どこかで助けを求めているだろう。まだ死んでいなければだが。ああ、クソ神よ。本当にこれでよかったのか。わあええ、もちろん。さあ我が子よ、見せたいものがたくさんある。ちょっと待って。フェニックスをくれたりとか、みんなの石化を解いたからって、それで今まで私やみんなにしてきたことがチャラになるなんて思ってないよね。まさかダメなのか。まあ待て、冗談だ。分かっている。支援団体に入ったり子育てマニュアルを読んだりするつもりだ。ハデスに誓ってな。分かった。この件については様子見にするわ。ちゃんと見てるからね、父さん。愛しているぞフェニックス。誰かいないか。ゼウス、フェニックスいないのか。おい、誰か助けてくれないか。誰か。いや。おい、そこの人間、助けてくれ。俺か？ああ、鍵ならあるぞ。おお、ありがたい。鍵を開けてくれ。分かった。だが、まず物語を聞かせるようにとゼウスが言っていた。何？どんな物語だ？我が罪の償いとなるフィニックスの物語だ。それは海から始まる。なんてことだ。わしよりたちが悪いじゃないか。ゼウスめ、覚えてろよ。